ロシアが立ち上がらざるを得ない状態を作ったわけですね。で、このようなアメリカの嘘体質っていうのは、例えばアフガニスタン戦争の終わりでもですね、アフガニスタンの人もアメリカを信用してたんですよ。だ突如としてアメリカ軍を引いちゃったんですね。撤退しました。そうしたらですね、もう、アメリカの保護を信頼してですね、アフガニスタンに住んでいた人たちは、かなりが虐殺されましたね。まあ、深い恨みをアメリカに持ったと思うんですね。これはアメリカの嘘のあれですね。アメリカの嘘っていうのは、そのアメリカ人がイギリスから移ってきた時にインディアンを騙し、それからメキシコ人を騙し、テキサスあたりのメキシコ人を騙し、それからインディアンほとんど殺して、あとハワイを騙し、フィリピンの時はスペインを騙し、太平洋戦争の時は、日本に海戦を促すために細工をいろいろして、真珠湾襲撃まで、やってですね。その後、ベトナムでは、トンキン湾事件という作り話を作って、ベトナムを攻めると。イラク戦争の時も、フセインがいかに悪いかっていうことを、水取りとか、少女に金あって、そういう涙の演説をさせると。まあ、いうふうに、嘘は、アメリカの常套手段なんですね。アメリカ人っていうのは勝てばいいんだ。嘘は別に構わないんだ。まあトランプ大統領の選挙の時も、トランプと書いた投票用紙をバイデンと書き直すのは別に悪くないと。結果的にバイデンが勝てば、勝った方が正義なんだ。まあ、こういうヨーロッパ流のですね、考え方を持ってますので。まあ、日本人はちょっと理解できないでしょうね。今でもそうですよ。国連安保理。これはまあ、ニューヨークに国連本部がありますからね。アメリカこそが国連はちゃんとしなきゃいけない。これが日本人でしたらね、多分日本人でこういうことを言う人多いと思いますよ。我が国に本部がある国連。しかも国連の主体はアメリカである。国連は安全保障理事会で世界平和を守るようになってて、アメリカはそのうち特権である安全保障理事会の常任理事国で拒否権をいただいていると。このアメリカがその拒否権を使って戦争を起こすとは何事かって言うんですけど、戦後、国連でですね、拒否権を使ったのは一番多いのはアメリカなんですよ。中国でもロシアでもないんですね。したがって、アメリカ人は嘘をつくのがうまいんですね。恨まれないように嘘をつく。これはうまいんですね。これは非常に巧みなんですね。これアングロサクソンは嘘がうまいということなんですね。これで、世界中の人があまりアメリカとかイギリスとか、もう嘘のつき同士の国なんですが、そういう国をあまり恨まずに、ロシアとか、中国は共産主義ですからね、今ちょっと信用できないところあるんですが、他のところを恨むってことありますね。我々はアングロサクソン、アメリカ、イギリスに学ぶのはですね、嘘のつき方を学ぶのかなと思いますね。中国はまだ嘘がですね、露骨なんですよ。だから中国には反感を持っちゃうんですね。嘘を露骨につくから。ところがアメリカ、イギリスは嘘は、極めて巧みにかわしながら嘘をつくんですね。ロシアは我々と真面目な国ですから、嘘はあんまりつきません。そのまま言うんで恨まれるってことありますね。まあ人間関係でもそうですね。嘘の巧みな人で、あまりみんなから嫌われてない人もいれば、本当はそういう嘘をつく人よりかは正直なんだけども、あんまり正直に言いすぎるので、みんなから恨まれるっていうのはありますね。それが世界で、まあ極端な例ですね。アングロサクソンと、それから日本、中国とは全然、相反するような嘘のつき方をするということで、まあ、日本人の場合特に日本人の中で、日本人がつく嘘はほとんどないのに、アメリカ、イギリスの嘘を信じて日本人を恥ずかしめるという日本人がいるっていうね。これをどうにもならないですけどね。まあ、朝鮮、韓国による慰安婦事件も、韓国側の嘘を信じて日本を非難するっていう。それで得意になってた人いますね。弁護士でしたね。日本人の弁護士が国連に行って、従軍慰安婦なんてなかったのに、それを言って、スレーブ、奴隷ですね。それがすごく受けたというんで、得意げになって日本に帰ってきた弁護士がいましたけど、あの人日本人なんですよね。日本人で外国の嘘をついてるのを国連で風潮して、で、それを嘘をみんなが、もてあいしてくれたから嬉しいっつって日本に帰ってくる日本人がいるって。これ、どういうことですかね。もうアングロサクソンの爪の赤を、まあ、煎じて飲ませなきゃいけないような、そういう日本人もいるんですね。まあ、いずれにしても、このウクライナ戦争と NATO という中に、
国際紛争とか国際関係というのは嘘が入るんですが、嘘を多くつく人を日本人は好み、嘘を嫌いな人を日本人は嫌がるんですね。日本人自体が本当は嘘をつきたいけど、どうも嘘をつくのが上手くないからやめてるという、そういう心理、そういう心理があるかもしれません。いずれにしても、このこともですね、崩壊する日本の理由の一つなんで、その一つの基礎的なこととして一つ頭に入れておいていただきたいと思います。